バルジの戦い、その他の呼称は、バルジの戦い名称を、参照は、第二次世界大戦における、西部戦線において1944年12月から1945年1月の間、アルデンヌ高地で行われた、ナチスドイツのドイツ国防軍、以下ドイツ軍とアメリカ軍を主体とする連合軍との戦闘の名称。1944年12月16日、連合軍の重要な兵站基地であったアントワープ占領を目標として、ドイツ軍の3個軍がアルデンヌ地方においてアメリカ軍に攻撃をかけた。アメリカ軍はアルデンヌでのドイツ軍の攻撃を予期しなかったため、アルデンヌには実戦経験が皆無か、以前の戦闘で消耗していた師団ばかりが配置されていた。その上悪天候により航空支援も受けられず、初戦では多くの戦線でドイツ軍の突破を許した。しかしながら、ドイツ軍の補給線が伸びていく一方で、アメリカ軍は増援部隊の到着により防衛線を固めていき、12月25日には最大でもミューズ川手前でドイツ軍の攻勢は阻止され、戦線はバルジを形成していた。翌年の1945年には、アメリカ軍によるバルジへの反撃が開始され、ドイツ軍の作戦は失敗し、ドイツ軍は貴重な戦力や物資を余計に消耗することとなった。アメリカをはじめとする欧米では、ドイツ軍の突出した戦線、バルジにちなんで、バルジの戦いという名称が主に使われる。ドイツでは、作戦の正式名称であった、ラインの守り作戦、または、西方総軍司令官ゲルト・フォン・ルントシュテット元帥の名前を取って、ルントシュテット公の名が使われている。その他、アルデンヌの戦いという名称もある。日本では、バルジの戦いが一般的だが、バルジ大作戦とする資料も存在する。以下、断りがなければ、戦闘名はすべて、バルジの戦いとする。1944年6月6日から始まった。ノルマンディ上陸作戦以降アメリカ・イギリス軍を主体とする連合軍、以下連合軍はフランスで進撃を続け、8月25日にはパリの解放が実現した。その後も連合軍はドイツ軍を追撃したものの、予想以上に早い連合軍の進撃は補給線の延長を招いたため連合軍の進撃は停滞し、戦線は膠着状態にあった。9月4日には、イギリス軍が良好な港湾があるベルギーのアントワープを解放したものの、海とアントワープの間の水路の両岸にあるドイツ軍陣地の掃討が難航したため、港湾を補給拠点として使用するめどは立っていなかったのである。この状況を打開するため、またはクリスマスまでに戦争を終わらせるために9月17日からオランダへの侵攻作戦、いわゆるマーケットガーデン作戦が開始された。だが、ドイツ軍の能力をあまりに軽視した作戦計画は、作戦の進行とともに次々と欠陥を露呈し、本作戦は多くの犠牲とともに失敗した。戦線は再び膠着し、連合軍は一時的に進撃を中止して、部隊の再編成とともに補給対策に取り組み始めた。また、東部戦線では、ソ連軍によるバグラチオン作戦が、ポーランドの東部で息切れしていたで、小休止状態にあった。ドイツのアドルフ・ヒトラー総統は、戦況がやや停滞しているとの見通しを立て、東部、あるいは西部戦線での反撃作戦を構想した。だが、広大な東部戦線では、ある一地域での反撃成功はあまり大勢に影響しない上に、ソ連赤軍はすぐに損害を埋め合わせる可能性が高く、東部戦線での攻撃計画は見送られた。最終的にヒトラーは3個軍によって、アルデンヌ地方から連合軍の重要な兵站基地であったアントワープへ進撃、占領すると同時に、オランダ方面で行動していたイギリス軍を包囲、第2のダンケルクを作り、連合軍に打撃を与えて、講和に持ち込んで、ソ連との対決に全力を注ぐことを方針として定めた。軍部首脳のルントシュテットやモーデルは、この計画は無謀だとして反対した。もう一つの案として、北部の広大な戦線に分散するコートニー・ホジス、将軍旗下の第一軍を挟み撃ちにして壊滅させることが提案された。敵軍の包囲、分断は容易であり、自らの損害も最小限に抑えられるとされたが、所詮連合軍の戦力の一部を減らすだけでしかなく、戦争の趨勢を変えられる案ではないとして却下された。作戦時期は、アルデンヌの森に霧が立ち込める冬とされた。すでに制空権は、連合軍側に移っており、航空機による激しい空襲から部隊を隠すためであった。また、ドイツ軍は作戦に参加する戦力として、精鋭約20個師団を用意し、先方となるには新鋭のティーガー2戦車、約20両も含まれていたが、内実は東部戦線での出血の間接的影響のため、ほとんどの部が定員割れしており、練度の低い新編成の国民的団兵師団までが投入されるほどであった。軍需燃料の不足も深刻さを増していたが、それまで備蓄していた予備燃料400万ガロン、500万リットルを切り崩す許可をヒトラーが出した。しかし、それでも燃料は不足していた。また作戦には1944年に戦中最大に達したドイツの兵器生産のストックのかなりの部分が投入され、精強な部隊による作戦でもあることから大きな期待がかけられていた。しかし攻撃を予定のまま続けるには、作戦の途中で連合軍の補給拠点を奪取する必要があるなど、最初からかなり危うい作戦だった。一つ歯車が狂った場合、それが作戦全体に波及する可能性が非常に高かったのである。連合軍の上層部は、ドイツ軍集結の情報や構成作戦の兆候を報告されていたが、ドイツには攻勢に打って出る余力はもう残っていないだろうという油断から本気にしなかった。また、アルデンヌ地方は深い森林と山岳地帯であったため、装甲部隊がすんなりと通れるとは思われず、その地区の防衛には脆弱な部隊しか配置していなかった。この油断は戦後にかなり痛烈に批判されている。なぜなら、ドイツ軍の戦車部隊は1940年に同じ地域から当時は仏英主導だった連合軍の隙をついてフランスになだれ込んだからである。いくらドイツにはもはや攻勢に出る余力がないと思っていたにせよ、連合軍は歴史からというよりは数年前の失敗から全く学んでいなかったということになる。9月中旬までにアルデンヌの森を通って攻撃を行うことが決定された。主力は西方に進撃し、ムーズ川に達したところで北西のアントワープとブリュッセルに進撃する予定であった。最も困難なのは作戦開始での迅速な移動と考えられたが、ムーズ川を越えれば劇的に改善され、海岸への到達が可能になるはずであった。作戦は連合軍諜報部にラインラントの防御作戦と誤認させるため、ライン、川の守り幕と AM ラインと名付けられた。これはドイツの歌から取られた名称でもある。4個軍の作戦投入が決定された。攻撃の成功には3つの点が要求されると考えられた。攻撃に先立つドイツ軍の部隊移動を連合軍は確認できなかった。フランスの解放によりレジスタンスから有益な情報がもたらされたが、連合軍がドイツ国境に達した現在それは意味を持たなかった。フランスではエニグマによって暗号化されたアイ無線通信による指令がドイツ軍内で行われており、それは傍受しで解読することができたが、ドイツ国内ではこのような指令が電話とテレプリンター使用して送信されていた。また、来たる攻勢によるものと考えられる無線更新の特別遮断指令で更新が減少していたドイツ国内だったので電話や電報などが多用された。7月20日のヒトラー暗殺計画失敗によるドイツ国防軍内での粛清により、ドイツの通信セキュリティは再強化され、情報漏洩の減少につながった。さらに秋のノームの転向は、連合軍の偵察機が地形状況を評価するのを妨げた。連合軍最高司令部は、諜報部のこれまでの実績から、ドイツ軍の重要通信情報を重視していて、諜報作戦をほとんど成功していた。マーケットガーデン作戦時には、現場レベルの師団配置情報の欠如による失敗があったが、それでも幹部クラス通信の傍受解析を重視していたものの、この時にはその種の通信が少なくなっていた。実際はドイツ軍作戦計画は通信によるものでなく、書面による確認で漏防止をしていた。諜報部はこれをすでにドイツ国内は戦略爆撃により疲弊の極みと認識した判断による報告。ドイツ軍はこの末期状況においていかなる攻勢も行うことはできない態を根拠としていた。現実にはドイツ軍は攻勢の準備を進めており、偵察など現場情報からの積み上げで現場レベルでは攻勢が近いと判断していたが、諜報部上層部は黙殺し、重要通信のみによる判断で、アルデンヌの情勢に変化はないものと考え、アルデンヌ方面の弱体な部隊の交代、もしくは強化を行わず放置した。そのため一部では、幽霊戦線とまで言われていた。特に、アルデンヌ地方の一翼を守る、第二不評師団は、歴戦の師団だったが兵員を多く失っていたため、部隊再建中であった。また、同じ地域を守っていたと、第106不評師団は、アメリカ本土から到着したばかりの不評師団であり、ほとんど戦闘経験がなかった。にもかかわらず、第99不評師団は前線したが、第 6SS 装甲軍などの猛攻にさらされた第106師団はあっさり回覧し、多くの兵がドイツ軍に降伏した。この情勢判断ミスが後に大きく響く。1944年12月16日、ドイツ軍はベルギーのアルデンヌの森を通って進撃を開始した。折からのひどい悪天候により、連合軍は航空機を飛ばすことができず、大いにドイツ軍の助けとなった。突然の反撃に不意をつかれた将軍のは、など一部拠点で頑強に抵抗したが、旅団、連隊、大隊など高級部隊長の戦死や負傷が続出し、壊滅するか、捕虜となるか、包囲されるかという窮状となった。しかしながら、その驚きと混乱に乗じたドイツ軍の快進撃は、最初の数日間しか続かなかった。12月下旬に差し掛かると、ドイツ軍の主力部隊は、あちこちの地域で各地から急行してきたアメリカ軍による強力な抵抗に遭い、前進は非常に遅くなった。また、各戦線の進撃速度にも大きなばらつきが生じ、速攻に成功した部隊に包囲反撃が集中する事態が続出した。ヒトラーは、どうやら連合軍がこの事態に対応するのに時間がかかると考えていた節が伺われる。ドイツ軍の大規模な攻勢だと認識するのに数日、アイゼンハワーが各国首脳に相談して、部隊の配置転換を命令するのに数日、そして配置転換するよう命令された部隊が現地に到着するのに数日。それだけ時間があれば作戦は間違いなく成功すると思ったのだろう。しかし実際は連合軍の反応はヒトラーの予想をはるかに上回るほど早く、またアイゼンハワーの決断も早かった。彼はどの首脳と相談することもなく部隊の配置転換を断行し、当時フランスで再建中だった第101空挺師団をバストーニュに急破した。ヒトラーの思惑は初日から砕かれてしまった。連合国占領地域後方への空挺効果による本作戦の支援、連合軍の撹乱を狙いとするシュテッサー作戦が計画された。シュテッサー作戦では作戦開始が12月16日の午前早くに予定されたが悪天候と量不足のため、結局1日遅れの12月17日の3時に降下時間が設定された。降下部隊の目標地点はマルメデから 11km 北のバラクミシェル十字路であった。フリードリッヒ・フォンデアハイテ中佐と部下は同地点を確保。第 12SS 装甲師団ヒトラーユーゲントが到着するまでの24時間を防衛し、同地点への連合軍の増援と補給を妨害する予定でった。12月17日の午前0時直後、112機のジュ52輸送機が約1300名の降下兵を搭載し、多くの雲と強い風雪の中離陸した。その結果多くの機が予定コースを外れ、また降下地点に接近していた強風のため多くの兵士が降下予定地点から遠く離れた地点に着陸した。17日の正午に約150名、300名の説もあるが、目的地点に集合したがこの人数では戦力的に不十分なため、フォンデア配手中佐は十字路を確保する計画を放棄し、付近に隠れて味方の到着を待つことにした。しかし、5日待っても味方が現れないため、部隊は小グループに分かれて、自軍の方向に戻ることにしたが、戻る途上で、フリードリッヒ・フォンデアイ手中佐は疲労のため、アメリカ軍に降伏した。何の戦果も上げなかった降下であったが、降下が広範囲に分散したため、各地からの報告で、連合軍司令部は大規模な降下作戦が実施されたと誤認し、多くの混乱が生じ後方の安全を確保するための人員配置を行ったため、前線への増援が遅れ、結果としてドイツ軍の攻勢を許すこととなった。オットー・スコルツェニー親衛隊中佐のリツイルがアメリカ軍の軍服を着用、英語を話す兵士たちが路角したジープで敵の後方地域に侵入した。また、M-10 駆逐戦車に似せて改造したパンター戦車、アメリカ軍塗装を施した3号突撃砲などの偽装車両も第150戦車旅団として編成され投入されたが、これらは進軍の渋滞に捕まって出遅れ、マルメディに対する強襲に使われるなどしている。実際に完璧な英語を話すことができ、それを活かして後方地域に浸透したのは、せいぜい20名程度であったと言われているが、部隊の存在は、その行動以上に混乱を生み出した。本隊の方は、ムー川に架かる橋の確保に失敗している。米兵の軍服を着たドイツ兵の噂は、のびのように広がり、ジョージ・パットン将軍さえその噂に驚き、12月17日に、ドワイト・ D ・アイゼンハワー将軍に対し、完璧な英語を話すクラウツ、どもがあちらこちらに出没して電話線を切断し、道路標識を逆方向に向け我が軍の防衛拠点に押し込んだと報告した。ドイツ兵は、アメリカ軍の軍服を着用したまま捕らえられたため、多くはその場でスパイとみなされて銃殺となった。ジュネーブ条約の下での軍服着用に関する項目と戦時捕虜の扱いで矛盾するもであったが、銃殺はその時点では一般的な行為であった。スコルツェニーとその部下たちはそのような処置を覚悟しており、彼らはアメリカ軍の軍服の真下にドイツ軍の軍服を着用していた。また、一般のドイツ兵の中には捕獲したアメリカ軍の服を防寒のために重ね着していた者もいたが、彼らもまた捕虜となった際、特殊部隊と誤解され銃殺された。後方地域での妨害工作中に数名の兵士が連合軍によって捕らえられたが、すでに覚悟を決めていた彼らのでたらめな自白のせいで、かえって混乱は広がった。彼らは任務について尋ねられたとき、パリに滞在しているアイゼンハワーの誘拐と殺害が目的であると答えたため、アイゼンハワーの護衛は大幅に増加され、彼は司令部に閉じ込められることとなった。その反面、彼らは正直に部隊の指揮官はスコルツェニーであると自白している。その結果、後方区域の至るところに検問所が設置され、兵員や装備の移動を停滞させることとなった。野戦憲兵は、アメリカ人なら誰でもが知っていると思われる質問。ミッキーマウスのガールフレンの名前、有名な野球の試合のスコア、イリノイ州の州都などをすべての兵士に厳しく質問した。憲兵の質問を受けたオマル・ブラッドリー将軍は、イリノイ州の州都をスプリングフィールドであるとしく答えたが、憲兵が州都をシカゴと思い込んでいたため、彼は短時間の交流を受けることとなった。イリノイ州最大の都市はシカゴであるため多くのアメリカ人が誤解している。皮肉なことにこの事件のせいでヨーロッパで最も危険な人物とあだ名されるようになったスコルツェニーだが自身はこの作戦は失敗だったとしている。結局初日で達成するはずだった目的はどれも達成されず部隊の存在が明らかになった以上作戦に固執しても意味がないと思ったためかスコルツェニーは作戦に見切りをつけ、第150装甲旅団の兵士たちを通常の軍服に着替えさせた上で、普通の装甲旅団として戦闘に投入している。南北に広く展開したドイツ軍の中で北部の侵攻を担当したのは、ヨーゼフ・リートリヒ SS 大将が指揮する第 6SS 装甲軍ではその中の第 1SS 装甲師団、ライプシュタンダルテ、アドルフ・ヒトラ師団の先鋒部隊であった。戦闘団は4800名の兵士と600両の車両からなり、ドイツ陸軍にあって、最年少、29歳の連隊長のヨアヒム・パイパー、親衛隊中佐が率いていた。戦闘団は12月17日の6時頃、ホンシュフェルトの村に駐屯していた、アメリカ第99歩兵師団と第14騎兵連隊の一部を吸収、ほとんど戦闘にもならないまま、アメリカ兵は逃亡、または捕虜となり、多数のトラックが捕獲された。戦闘団は補給の遅れもあり、燃料不足が懸念されていたが、8時頃にビューリンゲン村のアメリカ軍の燃料集積所を確保し、西方への進撃の前に燃料の再補給に成功した。アメリカ軍の抵抗を撃破しながら、西に向かうパイパー戦闘団は12月18日にスタブローに近づいたが、ここでアメリカ軍の対戦車砲の抵抗に遭遇した。スタブローにいた。アメリカ第526機構歩兵大隊長のソリス中佐は、ドイツ軍が橋を渡ったら、撤退するように部下に命じ、自らは2個小隊を率いて、北の森にある大規模なガソリン集積所に向かった。中佐は燃料が捕獲されるのを阻止し、ドイツ軍の進攻を妨害するため、ここを守るベルギー小隊に火を放つよう命じた。しかし、パイパー戦闘団はそちらに近づくことはなく、むしろその後スタブローに向かっていた、味方の第30歩兵師団第117連隊の進行を妨害する結果となった。スタブローの町で抵抗するアメリカ兵を掃討するための兵力を残し、戦闘団はトロワポンの橋に向かった。しかし橋は11時15分に退却するアメリカ軍によって破壊されていた。このため北側の別のルートで西方のアビエモンに向かったが、アビエモンの橋も13時に戦闘団の目の前でアメリカ軍工兵部隊が爆破した。先に通過したスタブローはアメリカ軍により奪還されたため戦闘団は前進も後退もできなくなりラ・グレーズ周辺で防御陣地を構築して数日間アメリカ軍と戦った。しかし食料、弾薬、燃料の補給がない戦いとなったため12月23日にパイパーは残存の車両や装備を放棄して退却することを決定した。パイパーは生き残っていた部下と共に雪中を徒歩で味方がいる方向に向かい、玄関の川を泳いで渡るなどの末、ドイツ軍陣地に帰還した。パイパー戦闘団は、この戦闘行動の間に353名の捕虜と111名の民間人を殺害したと言われている。12月17日12時30分に、パイパー戦闘団は、マルメディとリヌービルの間の高地、ボーネズ村の近くで、アメリカ第285砲兵観測大隊に遭遇した。小戦闘の後に、アメリカ軍部隊は降伏し、捕虜の約150人が武装解除され、後方に送られるため十字路の近くの野原に8列応対で立たされた。後の裁判における検察側記録によると、装甲車両の1隊を率いてやってきた将校の命令により、まず1人の戦車兵が捕虜をピストルで撃ち、続いて他の兵士が機関銃で銃撃したということになっている。ただし、この公式見解には様々な矛盾や疑問が寄せられている。真実は未だに不明であるが、実際は逃亡を図った捕虜に対しての威嚇発砲により、パニックが発生し、ついには逃げ回る捕虜たちを撃ちまくることになったのではないかという説が有力である。最後にまだ息のある者にとどめを刺して回った者もいたが、彼らはこの前にデューレンの町でアメリカ軍の爆撃の巻き添えで犠牲になったベルギー民間人の無残な遺体を処理しており、また戦場経験の浅い者も多く、アメリカ兵に対する憎悪による私的な報復の可能性もある。またドイツ側の捕虜射殺命令の記録は存在しないが、捕虜の即時射殺は東部戦線では一般的な出来事だった。虐殺の知らせは連合軍内に急速に広まり、報復のため連合軍内には武装親衛隊員と甲賀兵は捕虜とせず即時射殺するよう指令が下った。戦後パイパー SS 中佐は捕らえられ、マルメリ事件の責任を問う裁判が行われたが、中佐が虐殺命令を出した事実はなく、逆に連合軍側が捕虜虐殺を命じた不名誉な事実が明らかになっただけで、この件に関しての責任を問われることはなかった。戦線北側、サンビト、ザンクトヒート、サンビットともの町は、ドイツ軍にとって重要な道路の交差地点で、第 6SS、第5装甲軍の部隊の主要な目標となった。防衛部隊は、B 戦闘コマンドを主力とし、第106歩兵師団及びとの残存部隊が加わっていた。B 戦闘コマンド指揮官の准将の指揮下に置かれた。これらの部隊は、ドイツ軍の進撃を著しく遅らせ、ドイツ軍は12月21日にようやくサンビトを確保したが、アメリカ軍は抵抗を続けながら、サンビトの西側の陣地へ退却した。アメリカ軍が退却した陣地も12月23日までに、ドイツ軍により突破されたため、アメリカ軍は西のサルム川を越えて退却することとなった。ドイツ側の計画では12月17日の18時までにサンビトを確保することになっていたが、計画の遅延は作戦進行に大きな打撃となり、この間にドイツ軍進路のアメリカ軍の防衛態勢は大きく強されることになった。アイゼンハワーから急遽増援を命じられたアメリカ陸軍第101空挺師団は最初の部隊が12月18日の夜にバストーニュに到着し、直ちに防衛配置に就いた。12月19日に連合軍上級指揮官たちは、ベルダンで作戦計画の協議を行ったが、この時アイゼンハワーは、第3軍司令官のパットンにバストーニュの南にいる、第3軍を北部への反撃に向けるのにどの杭いかかるかを尋ねた。パットンは48時間でできると答えた。すでにパットンは、協議に出席する前に部下に対して北部に反撃する準備を行うように命じており、第3軍はバストーニュの救援に向かうことが決定した。12月21日、ハインツ・ココット少将の主力とするドイツ軍はアメリカ軍の防衛線を突破して、アメリカ軍第101空挺師団との一部が守備するバストーニュを完全に包囲した。12月22日の正午前、ドイツ軍は軍士を出して降伏勧告を行ったが、守備隊の責任者である第101空挺師団長代理、アンソニー・マコーリフ准将は降伏勧告に対して、ナッツ、ふざけるな。と答え、副官が同じ言葉を書いた紙を公式の回答として、ドイツ軍に送ったことは有名な話である。当時、師団長マクスウェル・テイラー将軍は会議で部隊を離れてを、師団長代理のマコーリフ准将が指揮を取っていた。バストーニュの攻撃に時間がかかり、進撃のスケジュールに大きな遅れを出していたドイツ軍は、包囲したバストーニュの攻撃を軍の一部に任せ、主力は西のムーズ川に向かった。バストーニュに残ったドイツ軍は12月23日からバストーニュのいくつかの地点に対し順に攻撃を集中し両軍の間で激戦が行われたが、最後までアメリカ軍の防衛線を突破することができなかった。12月23日には天候が回復し、連合軍は空爆と空輸を開始した。航空爆撃はドイツ軍の補給基地に壊滅的な打撃を与え、P-47 サンダーボルト戦闘機は路上のドイツ軍を攻撃した。さらに、バストーニュへの空輸で医薬品、食料、毛布、弾薬が補給された。ボランティアの下界チームがグライダーで現地に入り、負傷者の救援を行った。バストーニュ跡に残して西に向かったドイツ軍第5装甲軍のはムーズ川の手前のセルまで達したが、燃料と弾薬の枯渇が致命的であった。12月24日にここでアメリカ軍と衝突し、ドイツ軍の進撃は停止した。バルジの戦いで、ドイツ軍が最も西へ進出できた地点はセルとなり、ついに目的としていたムーズ川には到達できなかった。また、作戦が開始されると、ドイツ軍は無線封鎖を解除したため、連合軍の情報部は容易にドイツ軍の位置を割り出して的確に反撃することができた。この時点までドイツ軍の損失はバイパー戦闘団の消耗を別として軽微なものであった。24日の夜にハッソ・フォン・マントイフェルは作戦の停止と撤退を進言したが、ヒトラーはそれを拒絶した。セルのドイツ軍はアメリカ軍との3日間の戦闘により壊滅した。12月26日バストーニュの南 35km にあったパットンの第3軍のは12月22日にバストーニュに向けて進撃を開始したが、ドイツ軍の抵抗のため進撃は簡単ではなかった。5日間の激戦の末、この日の16時50分に師団の1個大隊、エイブラムス中佐が、指揮がバストーニュに達し、バストーニュの包囲は破られた。1945年1月1日天候の回復により、連合軍機による対地攻撃が開始されるようになると、侵攻したドイツ軍は大きな損害を受けた。このため、連合国軍の飛行場に対して大規模空襲を行うボーデンプラッテ大鉄槌作戦が計画され、1月1日、アドルフ・ガーランドをはじめとする多くの現場指揮官の反対を押し切って開始された。この空襲は、連合軍機465機を破壊、または損傷させる、一応の成功を収めたが、そのほとんどが地上撃破で、パイロットの損失は少なかった。対して、ドイツ軍は304機と、優秀なパイロットを多く失った。連合軍は、後方から航空機の補給が可能であったのに対し、ドイツ空軍に、もはや余力はなく、以後ドイツ本土及び、各戦場での空軍の戦闘能力は極端に低下した。1月13日ドイツ軍がバストーニュから退却した。1月16日ドイツ軍の進出部、バルジュを南北から攻撃していた連合軍はバストーニュの北東のウーファリズで両部隊が連結した。ただし、ドイツ軍の残存部隊の大半は、この包囲網が完成する前にその東側、ドイツ本土側に撤退を成功させていた。1月23日アメリカ軍がザンクトフィートを奪還。この日、ドイツ軍司令部により作戦の停止が決定された。戦闘は公式には1945年1月27日に終了した。この戦いにおけるアメリカ軍の戦死者、負傷者、行方不明。捕虜は合わせて 75,522 人ないし 76,000 人、イギリス軍の戦死者は 1,408 人、ドイツ軍の戦死者、負傷者、行方不明、捕虜は合わせて 6,675 人もしくは10万人以上であった。このほか、連合軍の砲爆撃に巻き込まれ、少なくともラロッシュで120人、サンビトで250人、マルメリで300人、ウーファリズで200人の民間人が死亡している。ドイツの初期の攻勢は連合国を驚かせ、いくつかは成功したが西部戦線での主導権を奪還するに至らなかった。当初予定していたドイツの目標は達成できず、アルデンヌ攻勢は多くの損害を生み出し、連合国の反撃により押し戻される結果になった。この作戦によって連合軍は、より多くの戦力を割かねばならなくなり、侵攻計画に数ヶ月の遅れを生じさせたが、ドイツ軍が決定的な敗退と損失を被ったことで、戦争の終結は早まった。また、防御を固めるのではなく、攻勢に出てきたドイツ軍の中核を補給が続かなくなった時に壊滅させたことで、侵攻による連合軍の被害は最小限に抑えられたと考えることもできる。さらにドイツは東部戦線に軍を回す余力もなくしたため、ソ連の進撃速度を早めるという結果も生んだ。この戦いによるドイツ軍の損害は致命的なものであり、最後の予備兵力を失うことになった。ドイツ空軍は壊滅し、残存戦力はジークフリート戦まで押し返された。初期のドイツの成功により、イギリス首相のチャーチルは1月6日に、スターリンに連絡し、東部戦線からドイツに圧力をかけてもらう様要請し、1月12日にはソ連赤軍はビスワを出る攻勢を開始した。当初の予定ではこの作戦は1月20日に攻勢を開始する予定であったが、チャーチルの要請と月末の天候が悪化が予想されたことから作戦を早めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。